人参のペーストを作ります。用意するものは、皮をむいた人参 40g です。水を入れたお鍋、すり鉢、こし器、菜箸、包丁、まな板、あれば竹串なども準備しておくと良いでしょう。人参を薄くスライスします。水を入れたお鍋に火をかけ、スライスした人参を入れます。沸騰したら中火にして10分から15分ほど茹でます。人参の茹で加減を確認します。竹串、爪楊枝などを刺してみて、人参が柔らかいかを確認します。人参をお鍋から取り出し、すり鉢ですりつぶします。ちょっと時間がかかりますが、頑張ってすりつぶしましょう。すりつぶした人参を左右で伸ばします。こし器で人参を裏ごしします。最後は網の裏についた人参もスプーンなどで取ってください。完成です。ヨーグルト状の滑らかさであれば大丈夫です。製氷皿で冷凍保存する場合は1週間以内に使い切ってください。